Okay, put off というのは遠ざける。put off allies。同盟国を遠ざけるですね。それで、optimist long hope that。楽観主義者たちは長い間、何々以下を望んでいた。long hope that welcoming China into the global economy would make it a responsible stakeholder。世界経済の中に、中国を世界経済の中に歓迎することは、would make it a responsible stakeholder。責任ある、ここでステークホルダー、利害関係人。まあ、普通はステークホルダーって英語で、日本語で言いますね。責任ある利害関係人にするだろうと。ということをですね、長い間、希望していた。And bring about political reform。そして、政治的な改革をもたらすであろうと思っていた。As President Donald Trump、大統領してトランプは blasted。 blasted はですね、激しく非難する、強く批判する。で、もともとの意味はね、爆破するって意味なんですね、 blast っていうのは。 blasted、 非難した。 that as we as weak、 そうしたこと。 that はそれ前の文章。 as weak はそうしたこと、要するに楽観的にそれを見ることは weak、 これ弱いですね。ですからここではですね、対策などが不十分だという意味があります。だから不十分だというふうにして激しく非難した。Now、 今やジョー・バイデン is converting Trumpian bombers into a doctrine that pits America against China。 これ pits というのはですね、戦わせると、競わせるという意味で、それで、今やジョー・バイデンはトランピアン・ボンバース。ボンバースっていうのは、大言壮語とか大げさな、大げさ、なんかハウンドしてるね。どうしたんだろう。OK、止まった。トランプの、まあ、大げさな言葉っていうか、大言壮語をコンバート変えて、何を変えたかというと、イントラドクトリン、基本方針に変えた。ザッと以下。ピッツアメリカ・アゲンス・チャイナ。アメリカが中国に対して戦わせる基本方針に変えた。A struggle between rival political systems, which he says can have only one winner。で、ストラグルっていうのは、闘争、戦い、between rival political systems、競合の政治システムの間の戦い。で、he says、 トランプ、バイデンが言うには、can have only one winner、 ただ一人の勝者しかいないという、強豪同士のポリティカルシステムの間の闘争ということですね。それで、between them、 ゼムとアメリカと中国の間で、 Mr. Trump and Biden have engineered the most dramatic break。エンジニアードっていうのは巧みに処理するとか工作、計画する、画策する。だからバイデンとトランプは、巧みに工作する。どういうことを工作したとかっていうと、最もドラマティックなブリーク。絶縁、決別、断絶、急変、終わり。まあ、最もドラマティックな急変、もしくは絶縁、断絶を画策した。Have engineered the most dramatic break in American foreign policy、 アメリカの外交政策の中で。In the 5 decades since Richard Nixon went to China、 Richard Nixon が中国に行って以来、50年間で、50、この50年間の中で、最もドラマティックな、まあ、急変、終わり、アメリカ外交政策における急変を、画策してきた。それで、Mr. Biden and his team based their doctrine on the belief that、 バイデン and team っていうのは バイデン政権までね、彼らの方針を以下の心情の中に、
基づい以下の信条の中に基づいている、基づけさせて基づいている、 Based a doctrine on the belief that、以下っていうのは China is less interested in coexistence、 中国は共存に関心はなく、 China is less interested in coexistence and more interested in dominance。 ドミナンスというのはこれは優越、優先、優勢、支配、支配力だから、自分が支配することにより関心を持っている。 The task of American policy、 アメリカ政策の課題、 The task of American policy is to 何をすることだ、何をするかというと Blunt Chinese ambition、 中国のアンビションと野望とか野心ですね、中国の野望をブラントというのはこれ牛砕く、鈍らせることだ、鈍らせることだと。アメリカ will work with China、 アメリカは中国と一緒に共同で作業するだろう、 will work with China in areas of common interest、 共通利益の領域で、 in areas of the common interest、 共通利益の、共通的な関心、共通利益の領域で、 like climate change、 気象変動のような。 but しかしカウンター、対決する、カウンター。It's ambition、 その中国の野心に対決する。Elsewhere、 他のすべてにおいて、他のどこでも。だから気象変動以外のすべてのことに対して中国の野心に対決する。カウンター。It's ambition ですね。それで、that mean ということは、そのことの意味することのところは、building up the strength at home。at home と、地獄内で強さを引き上げること、 Building up the strength at home、 これはアメリカのことを言ってますから、 at home ってのはアメリカのことですね、アメリカの自国内で、 Building up the strength at home and そして Working abroad with allies、 同盟諸国と海外で仕事をする、何をするかというと That can supplement、 サプリメントを補うと補足するですね、can supplement its economic, technological, diplomatic, military and moral heft。 何を補完するかというと、その、its、 アメリカの経済的な、技術的な、外交的な、軍事的な、道義的な、これはヘフトっていうのはね、重さなんで、重さ。ですが、ここではね、しっかりと握ること。持つこと、目方、重量、重要な地位、勢力。だから、しっかりと、しっかりと、確保する。しっかりとしたことを、アライズができるようにすると。そういう意味ですね、ヘフト。しっかり握ることを、サプリメント、補う。That can be supplement。That っていうのは、同盟国と一緒に仕事をする、地獄において強さを築き上げるということがね、そのアメリカの経済、技術、ディプロマティック、ミリタリー、モーラルのをしっかりするということを補強することができる、そんな意味ですね。それで、Much about Biden's new doctrine makes sense。バイデンの新しい基本方針の多くは、マッチアバートの多くは、ほとんど多くは、メイクセンス、納得できるものだ。メイクセンス。The optimistic case of for engagement。取り決めの楽観的な場合、事例、has crumbled。ボロボロに崩れる、このことになる、crumbled。Under the reality of Chinese power、 中国の支配力の現実のもとに、取り決めの楽観的なケース、まあ楽観的な考え方ですかね、考え方は中国の支配力の現実のもとに崩壊してきている、粉々になってきているですね。で、 Led by President Xi Jinping、 習近平に引き入られて、China has garrisoned the South China Sea。
このギャリソンというのはですね、守備隊を配する、軍隊を駐留させる。だから南シナ海に駐留してきて、見て、impose party rule on Hong Kong。香港に党の規則を可視、付加する、可視。課長の金、可視、impose party rule on Hong Kong。threatened 台湾。台湾を脅して、skirmished with India。インディアとの小競り合いをして、and has tried to subvert Western value 西側の価値観を、これ、subvert と転覆させるんですね。転覆させる。転覆させようとしてきた。in international bodies。これはね、国際的な組織の中で、これは何言ってるかというと、international bodies っていうのは主に、一つは WHO ですけど、国連の機関の中で、だいたい今5つぐらい、WHO 以下ね、5つぐらいチェアマンやってますよね、中国は。そういう意味です。それで、try to subvert Western values ということを言ってるんですね。西側の価値観をサブバート、転覆させてきた。それで壊してきたんですね。で、many countries are alarmed by China's wolf warrior, wolf warrior diplomacy. Wolf warrior っていうのは戦狼外交ですね、専門用語。Wolf戦狼、戦う狼、外交、戦狼、ウォルフ・ワリア・ディプロマシー、戦狼、中国戦狼外交によって、これはね、多くの国は、アラームドはね、不安になってきた、多くの国は不安になってきた。警戒を起こしてきた、アラームド、受け身だから、警戒、ここで警戒心を起こしてきた、不安にさせられてきた、動揺してきた。But, しかしながら、details of Biden doctrine contain much to worry about. バイデンの基本方針の詳細については、多くの much to worry about. 心配することが含まれている。心配することがある。Not least, that it is unlikely to work. Not least っていうのは、これはもう決まり文句で、特に、not least, 特に、That it is unlikely to work. Unlikely to, ここに下に書いてあります。うまくいきそうにない。Unlikely to work. 特にいきそうにないことについて心配する多くのことがある。それで、One problem is, 一つの問題は、ある問題は、is how Biden define the threat. Biden が脅威と定義して、どのように脅威と定義しているから。How Mr. Biden defines the threat? バイデンが脅威をどのように定義しているから。Because, なんとなれば、Politics in Washington is broken. Politics in Washington is broken. これは何でしょうね。何だと思います?皆さん。これはね、ワシントンの政治が壊れているっていうのは、共和党と民主党の対立のことを言ってるんですね。だから合意が取れない。だから民主党がプロポーズしても共和党が反対する。今の例の 1.9 兆ドルの、ステミラス法案が通らないですね。インフラストラクチャーかやろうと。そういうことです。だから、これはアメリカ政府の政治がうまくいかない。うまくいっていないという訳になりますね。He seemed to feel, 彼は感じているようだ。She seemed to feel that, 以下のことを感じているようだ。He needs the spirit of Pearl Harbor to help rekindle a sense of national purpose. 国家目的の国家目的意識を rekindle は再び燃え立たせるための、再び燃え立たせるための、パールハーバーの精神を必要としている、という感じているようだ。That is a miscalculation. それは判断違いだ。だから、要するに、ここで記者が言いたいのは、
トランプがね、トランプだった、バイデンが国家目的意識をね、呼び起こすためのね、なんとか、国民が、パールハーバーだから、国民が一致団結した精神を蘇らせるというふうに彼はもう感じているようだけど、この記者は、That is a miscalculation。それは見当違いだと。こういうわけですね。じゃあ、どう見当違いなのかというと、次に書いてありますね。皆さん1個聞いてもいいですか？はい、どうぞ。なんか中国に対する脅威はアメリカ全体で多分あるじゃないですか。その中でも共和党と民主が割れちゃうのは、何だろう、もう多分どこが論点になって、普通にやっぱり党のこれ方ね、が影響するみたいな話なんですか？エコノミストなんですよ、この記事はね。エコノミストの記者っていうのはね、完全な、反トランプなんですよ。反トランプなんですよ、エコノミストの記者は。だから反共和党なんですよ。アメリカのマスメディアもそうですし、これはエコノミストはイギリスですけれども、イギリスのこのエコノミストもアメリカのマスメディアも全体が総じて反共和党、反トランプなんですね。だから、Politics in Washington is broken と言ってるのは、絶対うまくいかないっていう彼ら思ってるんですよね。だけど、そんなことなくて、国境のいわゆるその、中央アメリカからの人を受け入れるっていうのは、これはもうバイデンが支持して、共和党大反対してるけど、これは一致しませんけど、実際に結構いろんなテーマでもって、最近は共和党の意見と民主党の意見っていうのは一緒になってるとこもあるんですね。だから、ただね、景気刺激策でもってインフラストラクチャーそれだけやるかっていうと、やっぱり共和党の人は金額がでかすぎんじゃないかというふうに思っている人も多いんですね。民主党の一部でもそう思ってますけど。だから今回全部入れて6兆ドルぐらいになっちゃうと、本当にそれだけの今度は一つは返せるのっていう、取り戻せるのっていうと、もう一つはそんなに金使っちゃったら景気が過熱しすぎちゃうんじゃないのっていう意見も結構あるんですね。だからどちらかというと、まあ確かに民主党と共和党っていうのはなかなか意見の一致を見ないけれども、まともな提案であれば同じ方向でいくかなというふうに僕は思ってますけどね。ただ、ここのエコノミストの記者っていうのは、どっちかっていうとかなり、そういう意味ではトランプと聞いただけでもう、なんていうかな、身の危険を出すみたいな人たちばっかですね。だから、そういう意味でここで書いてる記者は、Politics in Washington is broken というふうな表現してる。いいですかね。で、It is true that Republican jump on any, あ、いや、ここの下に書いてあるね。It is true that Republican jump on anything they can portray as soft on China。 このまま訳すとね、どういうことかというと、共和党員たちは中国にの中に、中国の中にソフトだから、寛大にやろうとしているように彼らが描いていること、のできる全てのものに飛び込んでいるのは事実だ。ということで言うと、共和党は中国に対して寛大に対応しよう、全てのことに対応しようとしているというのは事実だ。ということですね。これ、間違いですよ。共和党もね、中国に対して寛大に対応しようとしているわけじゃないんですけど、この記者はそう書いてるんですね。中国の中に、中国に対してソフトオン、中国に対して寛大に描くことのできる全てのことに飛び込んでいるというのが事実だ。要するに直訳はね。でも意味は、共和党は中国に対して寛大、全てのことに寛大であるということだと。で、括弧の中で、Even though every time they say that presidential election was stolen、 大統領選挙が盗まれたと彼ら言ってる。Every time、 いつも言ってる。Even though 言ってるんだけれども、それから、They do the work of Chinese propagandists。 このプロパガンディストっていうのはね、
宣伝者、競技の宣伝伝道者、中国のプロパガンダ通りに彼らは仕事してる。そうですかね、違うと思いますけどね。でもね、あのエコノミスト、この記者ちょっと感激ですよね。間違ってますけど、意味は俺分かんないです。え、意味分かんないっていうか、うん、全然賛同できない。いや、そう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 だ、そう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 、だからあのちょっとあのなんていうの、ピントがずれてるんですけど、ただ意味はあの彼らと共和党はね、中国 の、 あの宣伝思惑通りの仕事をしていると、そういう意味です。そんなことないですけどね、そう言ってるんですね。However、 しかしながら、リパブリカン、アンライクリスタートバッキン、ミスターバイデン、ドメスティックアジェンダ、ジャストビコーズ、イットハードウォール、チャイナ、スタンプオンザカバー。だから、共和党は、あの、バイデンの国内のアジェンダ、題目に、を支持する、支持しよう、支持し始めようとしない。なぜかというと、それは中国という言葉が、あのオンザカバー、基本方針の表拍子に中国という判子を押してあるからだ。だから、あの反中国という判子を押してあるからだ。そういう意味ですね。It has the word China stamped on the cover。 だからその報告書の一番上にね、中国というの言葉があるから、どういう意味かというと、反中国という言葉があるから共和党は賛成しないんだと言ってますけど、これは嘘ですね。なんでこういう言い方するんですかね。あのマスメディアが、アメリカのマスメディアもそうなんですよね。あの左系の人たちはそうなんですよね。あの同じ論理が、例えばアメリカのボーダーね、サウスボーダー、どん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 難民受け入れるのはオカシオ・コルテスみたいに、左系の人はもうどん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 、あのそういうことをするんですよね。意味、ああ、そうそうそう、そうそうそう、クレイジーなんですけど、なんか知らない。アメリカの中にいて、で、これが国家の制度の考え、この根底になるものがあり、そうそうそう、それで南米とか中米の方で困っている人がいたら、我らアメリカの精神を持って助けるのが上手じゃないかという方があると思うんですよね。そうそう、それでも、それは日本であって、現実的にお前その納税する、その人たち本当に税金を納める人たちなんですが、本当に国内で、みんなのためにあのなる人たちなんですか、うんうん、っていうことをどこまで考えてるかっていうのが、いやー、そうなんですね。これね、不思議なんです。今度もう一つね、今回あの水曜日では取り上げませんけどね、あのもうキューバの記事取り上げたんですね。でキューバの記事はね、その記者が何言うかというとね、キューバの、制裁、経済制裁をやめろって言ってるんですよ。あの要するにね、トランプもバイデンも経済制裁を継続してるんですけど、経済制裁やめたらさ、キューバの政府はさ、立ち直っちゃうじゃないですか。でもね、その記者はね、経済制裁やめろって言ったから、あのサウスボーダーを開けっていうのと同じ意見ですね。だ、左派の人ってね、あの要するに、ね、共産党寄りの考えを持ってる人結構多いんですよ。だから日本もそうだけど、アメリカも意外とね、だから対中国関係でうまくいかないのは、その共産党に、まあ、左派の行き着く社会考え方の行き着く先にはもう共産ですよね。うん、そのね、間接的な別の言い方が、うん、社会ソーシャリストになると思うんですけれど、うん、そうですね、突き詰めればそうなっちゃうんで、うのさんの言う部分になると思いますね。うん、だからね、日本人はあんまり知らないんだけど、アメリカってね、別にあの中国に毒されてるわけじゃなくて、もともとね、あの左系の人が多いんですね。学校なんかそうですよ、教職員組合とかね、政府関係者も結構左が巻きが多くて、で日本の日教組って反対するけど、意外とねアメリカのね教員組合も左巻きなんですね。でもそれって、ね、それは別にその、まあ、中国って確かにリアルタイムではそこと結びつけちゃいますけど、もともとアメリカにそういう、そう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 、ずっとたくさんいたわけじゃなくて、うん、いや、そう、あの、ア
れですよね、鉄のカーテンの時代ですよね。だから、ああ、鉄のカーテンね。ああ、あとに、まあ、コミンテルンとか、ああ、そういう左翼思想の人たちがいて、で、まあ、日本もそうですけども、基本的にはこれ中国の考え方でしたっけね、教育を、まあ、要するに今100年の計って言いますか、長期間を使って教育の部分を、まあ、戦略的に攻撃していけば、もっとその考え方にみんななっていくっていう戦略があって、日本もそれに毒されていくいう一つがあると思うんですけれど、ただね、アメリカもそういうところがあるんじゃないですかね。ただね、毒されてるっていう意識は、オカシオ・コルテスなんかの彼女の生い立ち見てもそんなことないんですよね。もともと左派なんですよ。侵されてるというよりも彼女は左派な、今の副大統領も左派。生い立ちから、生い立ちから左派な、生い立ちから左派って生まれた時に意識は違うじゃないですか。いやいやいや、うん、いや、やっぱり例えば高校大学を経て社会出てってずっと左派なんですよ、彼らは。じゃ、高校大学、つまりやっぱその教育、そういうふうな教育を受けたと。いや、そういうわけじゃなくて、あのね、なんていうかな、まあ日本もそうかもしれないけど、もともと左派と右派と、右派と左派ってあるじゃないですか、うん、政治でね。で、日本の例えば二階さんみたいなパターンじゃなくて、あの彼らやっぱりね、あの誰だっけ、あの、クリントンに負けた政治家、バーニー・サンダース、バーニー・サンダースとかオカシオ・コルテスとか、ああいう連中とか、今の副大統領って左派だけど、かなり強烈な左派なんです、左派なんですよ。で、それはだからどっかで毒されたっていう認識よりも、もともと左派なんですよ。わかりますかね。でも、お父さんたちの両親の左派なんですか。いや、それはわからないけど、大橋ね、そうじゃなくてね、右翼と左派とそういう感じですよ。だから要するにさ、右翼の人って教育で右翼になったんですかって、そうでもないんですよ。例えば前もやったように、今でも日本にあの例の安倍さんなんかもそうですけど、彼はずっと右寄りも、かなり右寄りですけど、そういう右寄りの人は右寄りで、左寄りの人は左寄り、そういうのはアメリカでもかなり強烈にあるんですね。日本だけじゃないんですよ。それはね、僕今回ね、よく認識したんです。アメリカはもっとね、民主主義で自由だろうと思ったけど、必ずしもそうではないんですね。だから二教祖みたいなのがアメリカの教育組織も同じなんですね。彼らがサラリーマンとか企業に入って働けないから教員やってるようなとこ、日本もありますけど、アメリカも同じようなとこあるんですね。まあちょっと先行きますかね。これでこの文章終わりですね。で、worse、さらに悪いことに、the more Mr. Biden uses strident rhetoric to galvanize Americans。 この galvanize っていうのはアメリカ人に活気づける、ガルバナイズ、活気づけるために、ストライデントはね、声高な言い方をミスターバイデンすればするほど、ザモアすればするほど、ザハーダー、より厳しくなる。 He makes his task of galvanizing allies and big emerging powers like India and Indonesia。 要するにアメリカを活気づけるために、彼がね、声高にギャーギャー言えば言うほどね、同盟国を活気づける彼の課題、ヒズタスク、彼の課題、同盟国、もしくはインドやインドネシアのような、イマージングパワー、だから新興国ね、新興国に対をのその活気づけることがだんだんもっと難しくなる。で、どういうことかっていうと、By framing the relationship as a zero-sum contest。 これはゼロサムコンテストというのは、ゼロサムゲームのことですね、ゼロサム競争ですね。ゼロサムコンテストとして、その関係をフレーミング、枠組みすることによって、He is presenting them with a
マニチアン struggle between democracy and autocracy 民主主義と専制国家の間の紛争マニチアンマニキュー的な紛争でもって彼らをプレゼンティングそれらを表しているどういうことかというと民主主義を取るのかオートクラシーを取るのかということで彼らは対応しようとしているゼロサムゲームっていうのはどっちかってそういうんですね rather than the search for coexistence coexistence は競争を求めていくというよりもゼロサムゲームでどっちかどっちみたいなことを彼は求めようとしている。アラース、どうしようもないことに、アラース、どうしようもないことに、インジス、こうした今前に言ったことの中に、He is overestimating America's influence。アメリカの影響力を過大評価している。overestimating ね。And underestimating 過小評価してる How much potential allies have to lose by turning their back to China多くの潜在的な同盟諸国は their back to on China 中国に彼らの背を向けることによって潜在的な同盟諸国がどのように失わなければならないか どれほど失わなければならないかということを箇所紹介しているどういうことかというと中国に背を向けるということは取引をしないということに結局損失が大きいということですね。僕の翻訳はね、間違えてですね。多くの同盟国になりそうな国は中国に背を向ける。国数じゃない、背を向ける。ことによって、アメリカから離れることを、アメリカが離れる。違う、アメリカ離れるじゃない。よって、どれほど失うか。どれほど失うかというだろう。ことを過小評価してる要するに中国を切っちゃうと損失が出るとそういう意味ですねこれで全般終わりちょうどいいね時間失うっていうのは経済的利益っていうことですよねもちろんだからアメリカは安全を